ユーロファイタータイフーン EF-2000 飛行するイギリス空軍のタイフーン ZJ924 号機ユーロファイタータイフーンは NATO 加盟国のうちイギリス、ドイツ、イタリア、スペインの4カ国が共同開発した戦闘機でデルタ翼とコックピット前方にカナードを備えカナードデルタと呼ばれる形式の機体構成を持つマルチロール機である1970年代 アメリカ合衆国やヨーロッパの各国空軍は、ソビエト連邦の新型戦闘機の登場に直面し、自国の戦闘機が、陳腐化し始めたという認識が生まれた。1977年までにフランスは、シー,イープキャット・ジャギュアの代替西ドイツは F-104 の代替イギリスは、ジャギュアと、ホーカーシドレー・ハリアーの代替を検討していた。イギリス空軍は、 ジャギュアやハリアーより多くの搭載量を持ち低コストで対空戦闘能力に引いてておりかつハリアーのように短距離で離陸が可能な戦闘機を望み AST396 計画を発行したしかしあまりに多くの性能を一つの航空機に要求しすぎていると分析されたため計画は見直された1972年に 対空戦闘能力に絞った戦闘機として使用書き AST-403 を発行し、ブリティッシュエアロスペースで P-106 バイトが設計された。西ドイツのメッサーシュミットベルコ・ブロームは西ドイツ空軍から出された TKF-90 計画の条件に合う制空、戦闘機の開発を行っていた。一品それぞれ独自の開発が進んでいた状況であったが、 1979年にイギリスと西ドイツの間で共同開発の協定が結ばれた。引き続きイギリス側はブリティッシュエアロスペース、ドイツ側はメッサー・シュミット・ベルコー・ブロームが設計を担当した。この計画は当初エクフと名付けられ、後にエッセとプログラム名は変更された。両国とも冷戦の軍事支出による予算の制約があったことから、 他国の参加が求められ、フランスとの協議により、脱走を機関に参加が決まった。フランスは、開発費用の拠出に、消極的であったことが1980年の政府間協議において問題化した。西ドイツの TKF-90 やイギリスの P106 バイトは1981年までに、開発が中止された。ブリティッシュエアロスペースは、 独自に輸出向けとして P106 バイトを元に P110 を設計したが顧客は現れなかった。しかし TKF-90 と P110 のコンセプトを取り入れたパナビアトーネードのモックアップが1982年にファーンボロー国際航空省において公開された。その後フランスが後のダ脱走ラファールとなるアクスの開発を開始したためイギリスは 一品の開発を開始し、一品の開発費援助を受けるため、1983年5月に、イタリアのアエリタリアと契約した。1983年に、イギリス、フランス、西ドイツ、イタリアに加えて、スペインの5カ国で一品を元にした設計に合意がなされ、詳細の協議が始まった。しかし、イギリスとスペインが、マルチロール機を希望していたのに対し、 西ドイツとイタリアは、星空戦闘機を希望していた。これらの設計には、エストール性能や、視界外射程戦闘能力も含まれ、F、F と称した。1985年8月の会議で議論は、行き詰まり、F、F とは別に、イギリス、ドイツ、イタリアの3カ国で新たな F プログラムが立ち上げられた。1986年6月に、 スペインがエフィへ参加し、イギリスと西ドイツに、それぞれ33%、イタリア21%、スペイン13%の作業分担が合意された。生産は1992年開始を目指した。計画は1987年9月に、正式な使用が発行された。フランスは、誕生期としての能力を備えることとパワープラントに、 自国産のスネクマ M88 を採用することを最後まで妥協せず1985年7月に共同開発計画から脱退した1986年に計画を管理するユーロファイター社とパワープラントの EJ200 の開発を管理するユーロジェットターボ社が設立され一品の成果を認めたユーロファイター社は1987年以降の 試験に資金を提供することを決定した。運用開始時期は当初計画の1990年代前半から1997年に伸びたものの開発はこのまま順調に進むと思われた。東西統一で東ドイツ地域のインフラ整備に多額の資金が必要となったことにより、1992年にドイツが開発コスト問題から計画の脱退を示た。 この動きに対し、複数の代替案が検討されたが、代替案のすべてが、今まで、以上のコストがかかるか、仮想的機器であるミッグ -29 やス -27 に、能力面で劣るものばかりであった。同年年末に開発参加国の国防省会議が、開催され従来の計画を維持することを確認した。方針人事の要因として、 これまでに投入された資金が無駄になること、外国製戦闘機の導入を行っても大幅なコストの削減ができないこと、参加国の航空機産業からの圧力があった。ドイツ空軍の EF-2000 計画の推進が確認された後に政治的な理由から想定運用開始時期を遅らせ2000年からの運用としたため、機体名称の変更が行われた。名称は、 f から EF-2000 に変更され、1998年には輸出市場向け名称として名付けられた台風が愛称となっている。ただしこの愛称は第二次世界大戦においてドイツ空爆に活躍したイギリス空軍の戦闘爆撃機、ホーカー台風を想起させることからドイツでは採用されておらず、単にユーロファイターと呼ばれている。 なお、ベシステムズの日本語公式ウェブサイトでは、ユーロファイタータイフーンと表記されている。イタリアとドイツの短座型と複座型は機体ごとのナンバーで識別している。2002年夏から量産開始。アフターバーナーなしで超音速飛行を可能としており、機体構成などが他の4.5世代型のヨーロッパ製戦闘機と共通する点が多い。 2004年5月24日付のロンドンイブニングスタンダードに飛行制限問題が掲載され、コンピューター及びディスプレイの問題で悪天候時の高機動運動が危険であると報じられた。2008年8月20日付イギリスの経済紙のフィナンシャルタイムズはイギリス国防省が発注したユーロファイターの一部が財政難で購入が難しい。 しかしキャンセルすると膨大な違薬金が発生するため、日本をはじめ、サウジアラビア、インドなど数カ国に購入を打診していると報じた。しかし、米システムズは2008年国際航空宇宙展で、ライセンス生産を前提とした提案活動を行っており、同市の報道は誤りであると強調した。また、この時、ブラックボックスも設けないことを明らかにしている。 さらに会場で配られた資料によれば、三菱重工業、三菱電機、IHI とライセンス生産に向けた話し合いが行われていると明記されている。2011年10月10日付の産経新聞において技術開示や日本国内でのライセンス生産の容認、日本国産兵装の搭載が可能であるなど、日本に最も好条件であり、防衛産業維持。 リスク分散の面からもユーロファイターを選定するべきという趣旨の記事が掲載された。2014年10月1日、ドイツ国防省が後部胴体に欠陥が見つかったため、納入の見合わせ及び同系機の年間飛行時間を現行の3000時間から1500時間に減らす決定をしたことが報じられた。クロースカップルド、デルタ翼は、 デジタルコンピュータに常時制御されていて、操縦者の命令に従い安全な飛行姿勢が維持できる範囲内で最適化され、超音速飛行時だけでなく低速時でも安定性が確保される。ただし、カナード翼はコクピット前方仮面に設けられているため、パイロットの下方視界を著しく妨げる。よって、地上では、 下方視界確保のため前傾状態にすることが多い。一般にライバルとされているラファールやグリペンのカナード翼がコックピット後方に設けられている点で対照的である。このため空力的には通常の無病翼デルタ翼と変わらず最大行革は F-16 以下に止まっている。操縦者はタイジースーツと加圧呼吸装置で長時間。 QG に耐えられる。これにより急激な速度変化や旋回が可能となった。人体と機体が耐えられる限界は QG である。なお、従来機ではこの荷重に数秒しか耐えられない。小型、大出力、高水力重量比、低燃費といった特色を合わせ持つ優秀な、ユーロジェット EJ200 を装備していることもあり、F-20 に同様。 アフターバーナーを使用しなくても超音速飛行が可能であり、スーパークルーズ性能を備える。空気重量でマッハ1.5、全微重量でマッハ1.3を発揮できる。キャプター E を搭載したデモンストレーター機レーダー、トランシェ1.2が搭載するレーダーのキャプターは、ユーロレーダー射載の多モードパルス、ドップラーレーダー。アンテナ直径約70センチメートル。チャイネル数。 3チャンネル戦闘機レベルの大きさの目標については約 160km 大型目標では約 320km の探知能力があり同時に20個の目標の追跡ができるというトランシェ3ではフロントエンドを改良したアクティブフェーズドアレイレーダー方式のキャプター E が搭載される予定であるが導入国間に意見の相違があるため当初計画の 約45%に当たるトランシェ 3A における搭載は見送られる見通し。デモンストレーション用のキャプター E は2007年5月より飛行試験を開始しており、探索距離など巡航ミサイルのような小型目標やステルス性のある目標を探知する能力に資する性能向上を目指すと言われる。しかし、開発用レーダーの飛行試験は、 予定より2年遅れた2016年7月に開始され実用化は遅れており、量産品はクエート向けの機体から本格的に装備が始まる予定。なお、キャプターは旧称を ICR-90、キャプター E は別名をシーザーという。出す防御支援サブシステムは以下の各機器により構成される。各種システムを統合化する防御支援コンピュータは、 機体の全周をカバーする各センサーにより探知した脅威の内容を判断し、自動的に最も適切な方法で対処するようになっている。台風の事故防御システムは、キャノピー下の両側と、主翼後円付け根のレーザー警戒装置、主翼前円付け根と垂直安定板内のミサイル、接近警報装置、主翼両端の筒の中に、 ECM 装置とイズム装置を備え、イギリス向けの機体は、右側等の標準の ECM 装置を外して、栄光式で濃い2機を内蔵する ECM 装置に変更している。パイレートパイレートパイレートは、探知操作中にも追跡機能を持つ。さらに空中と地表上の両目標への対処能力を有し、広報用にも前方監視赤外線画像を利用でき、 情報は、操縦席のヘッドアップディスプレイや、多機能表示装置、ヘルメット装着式表示装置などの、いずれにも表示させることができる。ユーロファーストが開発したこの装置は、戦闘機サイズの目標が発する、赤外線を 145km の距離で探知でき、複数目標の同時処理も可能。ミッズデータ、リンク端末コックピットユーロファイタータイフーンは、 多機能情報伝達システムのミズ、LVT 端末を搭載しており、北、大西洋条約機構の新しい標準的、戦術データリンクである、リンク16のネットワークに参加することができる。リンク16は、海軍用のリンク11と空軍用のリンク4を統合する新しい規格であり、航空自衛隊やアメリカ軍の作戦機、早期警戒管制機、 地上レーダーサイトに加えて、イージス艦、航空母艦やパトリオット地対空ミサイル部隊などた軍手の部隊との情報共有をも実現するもので、その情報をもとに、効率的な統合作戦行動を可能とする。データリンク情報は、コックピット内にある3機の MFD に表示される。一部のメディアでは台風が、欧州制であるため、 アメリカ軍との共同作戦が難しいといった報道があるが、アメリカ軍との連携に問題は発生していない。ビタス・ビタスとは、ホータス概念が導入された各種スイッチ類がついたスロットルレバーと操縦桿そして DVI と呼ばれる直接音声入力装置によって構成され、パイロットの作業効率を上げるための装置である。DVI は、 音声で以下のシステムの操作を行える。HMSS、HMSSJHMCS に該当するもので、ヘルメット自体に多くのセンサーが付けられ、パイロットは機体の各種センサー、電子機器類が取得した情報を融合して、ダスタースキャン型バイザーに投影してみることが可能で、オフボアサイト照準能力のほか、夜間飛行の際に、パイレートの映像を映し出せる。 両脇には夜間飛行用のアンシスコープを搭載可能。炭素繊維複合材が使用されており、重量が 2kg 以下と軽く、パイロットへの負担が少ない。2010年7月より各国空軍に納入され始めた。ストライカーの別名でも呼ばれる。2014年7月18日、ストライカー2が公開された。ストライカー2は完全にデジタル化されており、 光学、完成技術によって優れたトラッキング機能を持つ。ヘルメットには暗視装置が内蔵されておりベッド装着していた暗視スコープを不要とすることでパイロットの首への負担を軽減し快適性を高めている。映像の調整は自動化されて日光の変化にシームレスに対応できるようになったほかデジタルズーム機能などが新たに追加された。ストライカー2には 開発が中止された F-35 の代替ヘルメットの技術が活かされているとされている。飛行操縦システム関連米システムズ社のマーケティング資料では、本機がアメリカ製の最新戦闘機 F-22 には空戦能力の点では劣ると認めた上で F-22 と F-35 の両機それぞれの得意分野である。 空中戦闘能力と対地攻撃能力の両方を一機種でカバーできるフォースミックスの観点でも優れた戦闘機として各国軍への宣伝を行っている。また、台風は対空対地両方の装備をした上で作戦中に敵航空戦力の迎撃を受けた場合でもその状態のまま反撃を行うことが可能としている。これは航空作戦時に 敵の航空機による攻撃を受けた場合には、爆走を放棄し時期の迎撃を行うしかない、既存機よりも大きなメリットであるとしている。低翼機であるが、操発機ながら空気取り込み口が胴体直下にあることもあって、主翼下のグランドクリアランスが広い。翼端を除いて13ものハードポイントがあり、大水力に裏打ちされた7.5トンの並走搭載容量を持つため、 攻撃機としての能力が高い。一方で、スイス空軍による評価試験では、対地攻撃能力は、ラファールに及ばないと評価されている。トランシェ1ブロック後からはパイレートを装備し、同体下に、イスラエルのラファエル社製ライトニング3目標指示ポッドを搭載できる。また、空対空ミサイルを6発装備した状態で、 超音速巡航飛行が可能とされ、空対空装備時に、マッハ0.9からマッハ1.5へ、アフターバーナーを使用し加速する場合、所要時間は F-35 の2、3で済み、マッハ1.5における、維持旋回率は F-35 の2倍とされる。空対空装備時における、水力重量比は1.13。 イングランド北西部において2005年に行われた共同訓練中に、台風福崎に2機の F-15E が襲いかかったものの、ドッグファイトで台風に撃退されたという説がある。イギリス防衛評価研究所の資産をもとに、改良型ス -27 と撃墜、悲撃墜を比較すると台風は3から4.5対1の割合で有利である。 前方からの RCS 低減のみを配慮したと言われる機体は、電波吸収剤の多様により、透明度に比べるーダー反射断面積が4分の1以下に減少した。ベーズの評価では、正面からの RCS の値は最新型 F、A-18E、F やラファールよりも小さく、ステルス機に次ぐという評価もある。最近の報道では、機体の RCS は、 一般的な中小型戦闘機の20%もしくはそれを下回る数値である1平方メートル以下だと推定されている。また2010年時点の情報によれば0.05から0.1平方メートルとも言われている。イギリス空軍のユーロファイター台風 2FGR4 は2008年後から6月にネバダ州ネリス空軍基地で行われた共同演習。 グリーンフラッグウエストに参加し、アメリカ空軍やアメリカ陸軍地上部隊との共同作戦をこなしていることから、ベシステムズ社は、台風運のアメリカ軍兵器システムとの相互、運用性について問題はないとしている。また、2011年2月2日には、在日イギリス大使館における、ユーロファイター説明会において、デイビッド・オレン中日イギリス大使は、ユーロファイターは、 アメリカ軍との定期的な合同演習で完全な相互運用性が実証されていると述べ、同期がアメリカ軍との相互運用性で問題がないことをイギリス政府として公式に認めている。制空小型の機体に出力の大きなエンジンを備え、高速での格闘戦闘でも有利な性能を備える。制空仕様の場合には、中、長距離空対空ミサイルを6発。 短距離空対空ミサイルを2発、外部燃料タンク3つを同時に搭載できる。対地トランシェ1ブロック5よりレーザー誘導爆弾の運用能力が付加され、トランシェ2ブロック15から巡航ミサイルや対装甲ミサイル、超音速で爆撃可能な各種爆弾の運用を可能にする計画がある。対艦米システムズが日本への売り込みを図った際、空対艦ミサイルを 最大6発搭載できるだけでなく、外部燃料タンクと、各種ミサイルを同時に積載できるため、遠距離の海上脅威に対する任務遂行中に、航空脅威に遭遇しても、対応可能であるなど、日本が重点を置く、対艦任務の性能を強調していた。開発国向けの量産機数合計620機は3段階に分けて生産され、 各段階に向けたスパイラル方式での近代化が行われる。それぞれの段階はトランシェと呼ばれ、1から3までの各トランシェ内でもその初期型から後期型までの仕様の違いに応じてブロック数で表される。トランシェは発注段階の区分であり、仕様の違いではない。従ってトランシェ数のみによって機体の能力を決めつけるのは必ずしも妥当ではない。 また、ブロックについても回収をすることにより、その後のブロックと同等の能力を得ることが可能で、例として、イギリス空軍が取得した、トランシェ1ブロックに、2バイトは、その後の回収により、ブロックごと同様の能力を付与され攻撃、偵察も可能な多目的機となっている。2005年3月までの総生産機数148機。 2005年12月17日に開発参加4カ国合計で236機の導入契約を締結。これに加えトランシェ1でオーストリアの分を各国で計15機調達が減った分トランシェ2が15機増産される。またイギリスは自国の調達分のうち24機をサウジアラビアに譲っている。対地攻撃能力を完全実装したタイプで 開発参加4カ国合計で236機を調達する予定であった。2009年7月の会議において 3A と3バイトの2種に分けて調達することが決定した。この決定と同時に合計112機のトランシェ 3A の調達を確定させたが、残りの3バイトのオーダーについては各国における防衛費削減を原因として不確定さが増している。 イギリスは3バイトの調達を予定しておらず、さらに、調達を急いでいたサウジアラビアへ、自国のトランシェにの、調達枠24機分を譲り、その代替として、すでに注文を確定させた、トランシェ 3A40 機のうち24機を当てると、している。ユーロファイター2020とは、ユーロファイターワールド2011年2月号で、 掲載されたコンセプトであり次のような改良が盛り込まれている。ドイツ空軍がトランシェ1の代替機として調達するモデル。トランシェ 3A をベースにアップデートを行ったものとされる。2020年11月11日短座30機、複座8機で計38機の調達契約を締結した。配備後に施されたアップグレードには以下のようなものがある。 台風の競合は F-35、F、A-18E、F、S-27 などの高価格な高性能機であるが、F-16、ミラージュ2000、ラファール、グリペンなどのローコストの軽量戦闘機とも比較されている。価格は F-16 よりは高く、F、A-18E、F や F-15E よりは、 安い価格が示されているとされるが、情報は少ない。2005年に、サウジアラビアが、当時のレートで、約1兆2000億円で約72機購入した、ことから、当時の価格は1機100億円以上であったと、憶測されている。インドマルカ商船においてのラファールのライセンス、生産提案価格が、約189億にあたり、台風には、 その22%増と発表されているために1機、約230億で提案されていたものと思われる。また2015年のクエート販売価格は、1機あたり3億2100万ドルとなっている。ハードウェアが旧型のため、トランシェ2以降へのアップグレードが難しく、余剰となったトランシェ1使用機を再整備することで、ローコスト機を利用する国にも、 積極的に提案されている。運用国イギリスイタリア EF-2000、スペインユーロファイタータイフーン C16、ドイツドイツ空軍の、タイフーンオーストリアオーストリア空軍の、タイフーンサウジアラビア。サウジアラビア空軍のタイフーン2010年、マルタ、上空オマーンクウェートカタールリビアペルーバーレーンアラブ、主張国連邦カナダスイスチェコデンマークギリシャインド。 日本、韓国、ノルウェー、ポーランド、シンガポール、トルコ手前が EJ200 エンジン。奥に隠れて見えるのが RB199 エンジン。RB199 はかつて台風の試作機に搭載出展、エンジン、水力重量比以外は工術の一部を除きすべて軍事研究を単位変更。ただし、近日の正確な数値、空気重量。 ヤードポンド法単位の数値は、ドッペラドラー、コム、エアーフォーステクノロジーによる。初原性の赤の線は、ハードポイントで、その中で、黄色の縁取りがある3箇所は増装を装備可能。緑の線は、BK-27 航空機関法。現在3機が退役の上展示されている。ありがとうございます。